英米文学、英語、英語教育などの科目を担当されていらっしゃいます。文学会の会員でもいらっしゃいます。それでは早速ですが、お発表をお願いします。はじめまして、太田と申しますが、ハンドアウトを30部用意したので、足りるはずかと思います。どうでしょう。A さんのハンドアウト表裏のものが1枚です。はい、私は先ほどの両先生よりもさらに経歴は昨年沖野先生に早速勧誘していただいて入ったばかりで、2、3回もあったと思うんですけど、たまたまちょっと都合が合わなくて今回初めて参加させていただくことになりました。で発表させていただくということであれなんですけど、あんまり様子も分からず、今日の話を準備してきましたけれども、どうぞよろしくお願いいたします。時代と文学ということで、先ほどの楊先生のお話、中国建国前の文芸というのが、政治的メッセージ性が要求され、同時に労農兵のためでならなければならないという状況になっていく形成過程というお話だったかと思います。私が取り上げますイギリス20世紀の、いわゆるモダニズムの女流作家バージニア・ウルフということで考えると、その時に一つ の教科書的な説明としては、イギリス教養小説の系譜ということが考えられるかと思います。19世紀の半ばぐらいに、チャールズ・ディケンズのデビッド・カッパーフィールドや大いなる遺産といった、教養小説というのが、できてくると、ところが、20世紀になると、教養小説はある変容を見せると。19世紀のディケンズの場合の主人公は、精神の成長をするという時に、端的に言いますと紳士、ジェントルマンになるのだと、それがゴールであると、それに比べて例えばジェームズ・ジョイスのような小説家、あるいはバージニア・ウルフの東大へのような小説での、主人公は芸術家になるのだ。で19世紀末に、これは川本静子先生の古典的な研究を今ご紹介しておりますけれども、19世紀末に、紳士というのが変容して、芸術家と市民というものに分裂するというですね。で、教養小説のメインストリームになるのは、芸術家の方であって、市民というのは例えば、トマス・ハーディの、ジュード・ディ・オブスキュアのように挫折する、あるいは、H.G. ウェルズのトム・バンゲーのようなインチキ薬を作って、なんというか居場所を見つけられなくなると、成長できないというふうに終わると、私全く専門ではありませんけど、例えばトーマス・マンのトニオ・クレーゲルにおける市民と芸術の対立というようなことをとちょっと似たようなことがイギリスでもあったということかもしれないなんていうふうに思っております。それから中国の場合、その権力あるいはオーソリティ、レジティマシー、正当性というのを考えるときに、農村、農民というものをどれだけ味方につけるか、そういう人たちと連携するかということがポイントだというお話がございました。イギリスの場合どうかと考えると、もちろんその権威としての王室、それから権力としての議会、政治という政治家というのはいるかと思いますけれども、なんといってもやっぱりロンドンシティにいる、人たち、市長ということは言い換えると商人ということですから、ロンドンのマネーをどれだけ
味方につけるかということが、イギリスの場合、政治経済文化文学においても、重要かもしれないのかなという意味で非常に比較する時の一つの出発点として、まあ、中国の場合もイギリスの場合も、そこはあくまで出発点であってもう少し複雑なという議論が当然そこから出てくるんだと思いますけれども、そのような感想を、ちょっと持ちました。でハンドアウトの早速1番目からですけれども、ダロウェイ夫人という1925年に、出版された小説、の引用から始めたいと思います。アルメニア人のジェノサイドについて、断片極めて断片的に、非常に独特な、本当に言及しているのか表彰しているのかよくわからないような、人をはぐらかすような形で言及されています。ダロウェイ夫人つまりクラリッサ・ダロウェイは、アルメニア人のことよりも彼女のバラの方を、気にしている。でアルメニア人というのは生存権を奪われるかのように追い立てられ、手足を傷つけられ、凍えて、残虐と不正の犠牲になっていると、夫で保守党の政治家であるリチャードが何度も私には言っているけれども、でも私はバラの方が気になるわと、今晩のパーティーに、スタンリー・ボールドウィンと想定される保守党の首相を招き、セレブたちが来るとき、花を買いに行かなくてはというところから始まるのがこの小説。1923年第一次大戦がようやく終わって6月、梅雨のないロンドンですから一番季節のいいと、社交界が始まると、まあ、そういう場面ですね。いいえ、私は、アルバニア人のことなんか何も、感じることができないわ。なんかアルメニア人がいきなりアルバニア人に変わってしまっちゃっているわけですけれども、あれそれとも、リチャードが言ってたのはアルメニア人のことだったかしらと、でも私は、バラが好きなのと、バラってアルメニア人の何か助けにならないかしらっていうこと、本当にこう人を食ったようなというか、これをウルフはどのようなつもりで書いているのか、どれぐらい皮肉なのか風刺なのか、それともそれに同調してしまっている部分もあるのかどうか微妙なという、ところが非常に独特な、まあ、兆候的なという、言い方をさせていただきましたけれども、でバラというのは、まあ、切り花にしてもいいお花なのよねと、他の花は切り花にしちゃやっぱりまずいかしらと、生きているものだしという、まあ、そのような、引用から始まります。で従来の研究ではもちろんこんなところは全く注目されませんし、ここだけで論文を一つ書いたりとか発表するということはほぼなかったかと。一つだけ、旧来の、古い、つまりアルメニアンジェノサイドに注目しない解釈をご紹介したいと思います。ウィリアム・エンプソンという、まあ、懐かしいと思われる方、先生方もいらっしゃるかと思いますけれども、分離大の時でしょうか、福原凛太郎が、イギリスから呼んできた批評家、七つの曖昧のタイプだったでしょうか。それからその後アメリカに行き新批評ニュークリティシズムに影響を与えた、あるいはポスト構造主義以降も新たな、批評の可能性として、様々な形で問題になっている、最近もなんか新しい、電気が出たようです。でどうも、アメリカでもその中国の留学生あるいは中国の政治の動きとも連動していた、まあ、中国に行ったこともダロウェイ夫人は、その前にちょっと話していた、首相 との、関係がの興奮が収まらないまま、
ゲイトン教とナンシー・ブローというカップルに話した。ようこそ、私のパーティーに来ていただいてどうもありがとうと。彼らはでもあまり喋ることがないの。非常に洗練されたセレブ、上流階級、貴族階級の人たちではあるけれども、そしてアウトドアスポーツだけに興味を持っている清潔そうで健康そうと、下の方の CF のところで書いてありますけれども、クリケットとかですね、あるいはローズっていうのはローズクリケット場ですから、これクリケットですね。それから、ちょっと引用は飛ばしましたけれども、ポロっていう、こういった郊外のスポーツ、貴族がやるようなスポーツをやっていると。だけどクラリッサが若い頃、友達であり恋人でもありオックスフォード大学の社会主義者でもあった、友人とやったように一晩中議論をする、社会問題を議論する、例えば土地問題や私有財産を、ラスキン・モリスのような社会主義について語るとか、ティンダル・ハックスレイのような社会ダーウィン主義について、文明の末路についてといったようなことについて熱く語るというようなことはこの人たちじゃないのねと。せいぜいダンスぐらいしか興味ないかしらと。そのような形なのかと。で、ウルフの宿敵であるリービス夫妻の奥様の方ですけれども、ウルフがこのように浮ついた感じで描写していると、アルメニア人の問題全くもなかったかのごとく、バカにしたかのごとく、上流階級のことをこう浮ついた形で、研究しているというのを批判していると。で、ウルフあるいはブルームズベリーグループといえば非常に、反エスタブリッシュメントフェミニズム、それから反、帝国主義という進歩的な政治的、概念を、提示したグループ、その一人であるとはいえ、その支配者、それから帝国建設者たちを、称賛するとは言わないけれども、愛撫すると、かわいいわねと、私も その一員というかサークルに入りたいわねというような、思いで描いていると、いうのは、確かだと。でここに、じゃあエンプソンはどのようにこれを解釈するか、でこういうふうに、エンプソンが自分の解釈を示したら、こういう解釈をされたウルフ研究者は怒るだろう、ウルフの文学が好きな人は、怒るかもしれない。しかし、このような、からかうような人を食ったような描き方にこそまさに効果的な風刺というものがあるのだと、いうのが、エンプソンの読みです。そのような、二重の感情ですね、肯定否定両方が、混ざった感情の表現というのが、効果的な、風刺となっているのだと。確かにその最後の引用になりますように、明日の上流者気取りという部分、は、クラリッサというヒロイン、それからウルフ自身にもあるかもしれないと、という解釈です。で、従来の解釈では、このように、部屋の中で、郊外ではなく部屋の中で上流階級と戯れる、奥様、保守党の政治家の奥様のお話、しかしその、平穏な安全な生活の一個下には、例えば、国外ではアルメニア人の虐殺のような事件がある。でもちろんそれを自体を主題化することはないわけですけれども、代わりに主題化される別のキャラクターとして、ダロウェイ夫人とは正反対の人物が2人出てきます。一つは、ダロウェイ夫人のダブルとして想定された、セプティマス・ウォレン・スミスという、第一次大戦に行きシェルショックになって、社会ダーウィン主義に染まった医者に追い詰められて最後は投身自殺をしてしまうという青年、ローアミドルクラスの青年ですね。それから、ドイツ人、で家庭教師をやっているミス・キルマンという女性、という形で、との対立が、主題化されるのであって、アルメニア人の、ジェノサイドのことはもうほぼここかもう一箇所似たような形で
言及されるだけという、のが、The Armenian Genocide の表彰ということになります。でこれが古い、解釈ですけれども、2001年、1990年代の、いわゆる多文化主義やアイデンティティポリティクス、あるいはカルチュラルスタディーズ、ニューヒストリシズムといった研究が、ほぼ一段落し21世紀に入った時にこの、ジェノサイドを取り上げた研究が現れました。このモダニズム・インパクトという、論集の中に入っている、論文ですけれども、タイトルは、ハンドアウトにありますように The Edge of Modernism Genocide and the Poetics of Traumatic Memory、まあ、これがですから、記憶やトラウマ論という形で、ジェノサイドを、解釈するという研究です。でこのカレージャーの解釈のポイントは何かというと、エンプソンのような階級あるいは90年代のジェンダー、セクシュアリティ、人種に関わる際ではなくて、ジェノサイドというトラウマ的な、事件を焦点化しようという研究です。これまでのさまざまなモダニズムの研究においてはそのモダンな条件、モダニズムとは何か、その歴史的条件は何かっていうのを考えるときに Repeated Trauma of Genocide 反復的なトラウマの、ジェノサイドに関する反復的なトラウマという観点からなされてきたことはなかったのではないのか。でさらに1990年代が終わった頃、あるいは90年代に流星が起こった議論されたポストモダニズムにおいて、アルメニアのジェノサイドあるいはホロコースト、広島といったトータルウォー、あるいはインダストリアルマスマーダー、のものすごい経験というのをきちんと取り扱ってきたのか、その表彰を、論じてきたのか、むしろ文学研究は、ジェンダー、セクシュアリティ、人種に関しては非常に議論したかもしれない、多文化主義は大事だというふうに言ったかもしれない、しかし、ジェノサイドについてはリプレス、抑圧し、ディナイ、否認し、ノーマライズ、まるでなかったかのこと、私たちはその後事実の生活を送っているよねというふうなスタンスで、やってきたのではないか。カレージャーの論ポイントは、モダニズムの時に、ほとんど、否定された、イレイシャーですから、削除された形で、その痕跡がかすかに表彰されるようなジェノサイドの表彰、その恐るべき歴史性が一応承認されるんだけどすぐに否認されるようなジェノサイドの問題、これは、第一世代の被害者およびそれからそれ以上に、そのジェノサイド自身をどう描くかということをやったモダニストの作家たち、この第一世代にとってのトラウマが、1990年代以降の第三世代のアルメニア系アメリカ人の詩人においてはどのようにリターンするか、反復的に、なトラウマとして立ち現れてくるかということを、論じるのが、メインの議論です。ですから私はここでは特にそのカレージャーの、ことを再考すると言いましたけど批判するというのではなく、それとは別の形で、モダニズム期ウルフのジェノサイドの表彰を、解釈する可能性を探ってみたいというのが本発表のポイントになります。そのお知らせのところに書かせていただきましたけれども、今までここまで確認
させていただきましたように第一次大戦後あるいはその終わりの感覚経験ですね1923年ですからとようやく第一次大戦が終わったなという時代的歴史的契機としてバージニアウルフのダロウェフ人はトルコによるアルメニア人へのジェノサイドとみなしうる言説を国際政治の関係においてそれと交錯するアルバニア人の表彰とともに極めて断片的かつ兆候的なやり方で提示していると、今見たところです。でこの後本発表では、英米モダニズムにおけるこのジェノサイドの問題をラディカルに取り上げた1990年0年代の研究を踏まえつつ、まあ、一応踏まえたのはここまででも終わりにします。その記憶トラウマの観点による解釈を、別の形で、拡張したりあるいは取り上げたり、地政学の空間によって再考する可能性を、考えたり、21世紀現在のリベラルな人道主義を問題化するですねする作業を進めたいと、まあ、最後のところはちょっと今回は間に合わなかったのでまた今後の宿題にさせていただければと思います。もう一度アルメニアンジェノサイドの、表彰を確認しておきますと4番目のハンドアウト4番目の CF のところですね Hunted out of existence というふうにアルメニア人が実際にひどい目に遭っているということはこのクラリスさんも知ってはいるわけです。きちんとしかしそのことに関してものすごいシンパシーとかですね、コンパッションみたいなことを考えて人道主義的に 何かしなくちゃっていうふうに思ったかっていうと何も感じることができないという形で、承認すると同時に否定するという、そういう描き方になっているということです。これはカレージャーの指摘をそのまま、ご紹介しました。それでは、5番目に果たしてダロウェイ夫人が否認抑圧しつつその痕跡を表彰しているのはアルメニアであってアルバニアであるという可能性はないのだろうか、ということをちょっと考えてみたいと思います。で、つまりアルメニアだったかしらアルバニアだったかしらというこの非常に人を小馬鹿にしたようなはぐらかすような表彰を、まあ、あえて取り上げてみようということです。近年文庫本という形ではありますけれども、英文学の専門家が、による翻訳それから、もう専門家に訳させると正確かもしれないけど一般の読者は読まないのでもっと読みやすいようにするっていうこの2冊がほぼ同時期に出ました。まず専門家、丹治愛先生の翻訳に作られた中、アルメニアのところにはですね、コーカサス山脈南側にある国アルバニアバルカン半島にある国というのがあり、そのアルバニアのところにもちろんその後の、説明があります。アルメニアもアルバニアも第一次大戦中から大戦後にかけて紛争を抱えていたが特にアルメニア人キリスト教徒がオスマントルコによって大量虐殺されたアルメニア虐殺1915から17以降のアルメニア問題は当時の歴史的話題の一つとなっていたというふうに中和なされています。ただし、訳者解説の方ではですね、パンチという政治風刺雑誌の図版をいっぱい使ってですね国内の社会史的な、説明はものすごく詳しくされていますが、国際政治やもちろんジェノサイド、といったようなことについてはほとんど触れられていない。同じことは、こちらの一般読者向けのでも、まあ、同じわけですけれども、こちらも一応中を確認しておきますと、クラリッサには区別が難しいようながらだからクラリッサはもうそもそも何も分かってないんじゃないのかっていう、ね、今の若い人たちがとあるいはあまり何でしょうか新聞メディア報道にうんざる人たちしてる人たちがきちんとニュースを注意深く分析したり解釈しないのと同じようにクラリッサには区別が難しいようながら、当時大きな問題となっていたのはアルメニア大虐殺
多くはキリスト教徒で、オスマントルコによってシリア、メソポタミア、ソ連の砂漠地帯へ、強制移住させられ、死者は、150万人に上ったとされるという、まあ、中だけがついています。でそもそもですね、しかしこのテキストですね、国際政治の関係においてアルメニアと微妙にこう取り替えられる、交換可能な形で、表彰されるアルバニアの表彰というのは、どういうふうに考えたらいいんだろうと、最初に出てくるのは100、ちょっと前の場面ですね。何かの委員会のために今日はお仕事ですかと、ダロエ夫人が聞いたと。夫のリチャードはドアを開けながら、アルメニア問題だ、アルメニア人たちの問題だと言った。あれ、あるいは違ったかしら、アルバニア人の問題だったかしらという、まあここら辺から見るとどうもクラリッサはよく区別ができてないようだがという中がつくということになるかと思います。ここで、地政学的な空間によって再興する前に、イギリス外交史あるいは国際政治、というの研究、まあ、一般専門書であると同時に一般読者向けに書かれた、細谷雄一さんという方、の、大英帝国の外交官、の中にバージニア・ウルフとも出てきますし、それと、関係がある、外交官、ハロルド、ニコルソンという人について書かれたチャプターがありますので、そこをちょっと、皆さんと一緒に確認したいと思います。第一次大戦後に構想された国際連盟というのは、ウィルソン主義的な、アメリカのウィルソン主義的な世界政府というよりもイギリスのリベラルな国際主義の伝統に沿った国際組織だとして、構想されたのか。でその基礎作りに尽力したのが実は、ハロルド・ニコルソンという、バージニア・ウルフ・ブルームズベリーグループの、の近くにいた外交官であった。で外務官僚のニコルソンが、外務大臣のカーゾン卿とともに中心になって、第一次大戦後トルコとの、まあ、ドイツ側についたトルコとの講和条約作成準備をします。がでうまくいかなと思ったわけですけれども、いろいろな、事情があり、このスルタン政権を倒して新政権を樹立したムスタファ・ケマルは、1920年にせっかく締結させた、されたセーブル条約を拒否します。そして、19世紀末、グラッドストーンの時代から続く東方問題と言われるものですね、ギリシャ・トルコ戦争、あるいはその東方問題の延長戦として、ジェノサイドの後に起こったギリシャ・トルコ戦争、1919年から22年ですけれども、というのが起こると。でこれに関し対して、イギリス・フランス・イタリア3国の将兵によって、スイスのローザンヌで講和会議が行われます、開かれる。でこのローザンヌ講和会議は、細谷さんの、解釈によると、第一、パリの講和会議のような非常に弱い者いじめ、あまりに過大な、損害、賠償をし、結局はヒトラーを生み出してしまったパリ講和会議とは違って、第一次大戦の勝者だけでなく敗者も 両者肩を並べて交渉によって平和を手に入れた最初の会議だったのではないか。でこういう形がどんどんこのまま進んでいけば国際連盟というのが、うまく機能し、第二次大戦は起こらなかったはずだのにということかもしれません。まあそのようにニコルソンが、イギリスの外交官として、ぐちゃぐちゃになった世界の国際政治システムをなんとか、安定化しようとしているときに、奥さんビタ・サックビル・ウェストは、バージニア・ウルフと、あるパーティーで出会うと。でしかも、熱烈な恋愛に発展してしまう。
この2人の関係を幻想的歴史的な風刺小説あるいは電気小説ファンタジーで描いたのがオーランド、映画にも何年も随分前ですけどなりました。で90年代のクィア・セオリーとかセクシャリティ論レズビアン研究みたいのが、盛んになった時は非常にこういうテクストは称賛されました。だから、実際にそのオーランドがですね、トルコに行ったりしますので、トルコオリエントの表彰文化的表彰というような形でも非常に一時、盛んに研究されたことがありました。で、また、ウルフの夫レナード・ウルフ、ユダヤ人でイギリスの社会主義団体フェビアン教会で、普通はフェビアン教会でいうと国内の社会問題を中心あるいはイギリス福祉国家の、まあ、ブレーンを作ったブレーンというふうに言われますが、レナードは、国際政治ですね。で実は国際連盟の草案というのを、である国際政府論というのを1916年に、出版しており、これはかなりニコルソンを含め、いろんなその後の国際連盟国際連合を考えるときに特に国際連盟でしょうか、影響を与えたテクストだというふうに言われています。一応国際政治イギリス外交の基本をちょっと細谷さんの本で、確認させていただきました。で、いよいよじゃあそのアルバニアというのはどういうふうに出てくるのかと、先ほどで言うと、ローザンヌ講和会議があってギリシャ・トルコ戦争があってでチャナーク危機というのがありましてですね、ロイド・ジョージ首相というのが、ギリシャの首相と手を組んで弱っているトルコにこう拡大するぞと、ところが それにあまりにちょっとそれは野心見え見えということで国際的に非難をされると、もちろんブルームズベリーグループの一員である E.M. フォスターも批判すると、イギリスのリベラルな知識人たちはこぞって批判すると、そういう中で1122年、ロイド・ジョージは、辞任するという時代ですね。その後ぐらいに、果たしてアルバニアはどんな風に出てきて国際連盟の行く末とどのように関係するのでしょうか、というのでそういう観点から非常に興味深い記述を、細谷さんの本には、されておりますのでそれを見たいと思います。裏側の方の3ページをえー、1922年にそのチャナーク危機でロイド・ジョージが、辞めます。その後1923年8月27日、ギリシャとアルバニアの国境線確定、ギリシャがあって、イタリアがあってギリシャがあったかな、その間ぐらいにすいません、イタリア の長靴 のかかとぐらいのところにアルバニアがあって、その次はマケドニア、ちょっと上に行くと旧ユーゴスラビアみたいな、そういう感じでしょうか。90年代のコソボ紛争の時にアルバニアとか非常に問題になって、しました。ネズミ講とかですね、そういう国ですけども、いずれオスマントルコ帝国が崩壊した後どういうふうに国境を策定するのかと、アメリカのウィルソン大統領は大変その理想は高いけれども全く実務的なことは知らないと、アルバニアどこにあるかぐらいも本当は知らないかもしれないと、それで言いたいことだけ理想だけを言っているというふうにハロルド・ニコルソンは非常に怒っていたと、うんざりしていたという記述もありますけれども、そうした非常に難しい国際委員会の仕事を行っていたイタリア人が、その拡張を狙っていたギリシャ、その中の国民の人であるギリシャ人により殺害されたと、でじゃあイタリアの首相になっていたムッソリーニはこれに対してギリシャ人に対して軍事行動を開始してどうだという、ここで人気取りをするイタリアファーストという形で、何をやったか、コルフ島を占領したと、まあ
国民世論の支持を集めるために強い指導者のイメージを作りたかったで、パリ講和会議でドイツと同じように自らの要求が実現しなかったことを屈辱と感じていたイタリア人はそのような強硬な対外政策を拍手を持って迎えたと。で、これに関わる一連のイタリアとギリシャの紛争がコルフ島事件であると。でアルバニア人はというのは出てこないわけですけど、ここでそのアルバニアというのが非常に問題になると。さてそのギリシャ人が殺されたのはかわいそうかもしれないですけど、ムッソリーニはそこでこう強硬な政策に出たと。国際連盟としてはそれを認めるのか、それとも、それはやめなさいと、平和的に、諭して、秩序を安定させるのか、国際連盟は今後維持するのか崩壊するかという、これがうまくいけば国際連盟の未来は明るいと。これがうまくいかなければ、つまりムッソリーニのその占領をそのまま認めるという形であれば国際連盟意味がないという形で崩壊するであろうと、そういう、事件であったと。アルメニア人のジェノサイドとはまた別の意味で、国際政治に非常に重要な問題、だったということになります。で実際には、イタリアを抑止することができず、国際連盟の凋落がここから始まったというのがイギリス外交史家の解釈ということになっております。でそもそもじゃあこの国際連盟の草案の一つを書いたイギリスの社会主義者レナード・ウルフ、知識人はどうやって戦争を防止したらいいのか、国際連盟はどういうふうにあるべきか、というものをちょっと考えてみると、H.G. ウェルズの世界史外観に出てくる世界政府やオルダス・ハクスリーのこれはダークなイメージですけども、素晴らしい新世界の世界国家のようなグローバルな生態政府機構とは違いまして、レナード・ウルフが考えた国際連盟あるいは戦争防止案の青写真はナショナルな基本体位が残存し共存したままであります。近代国民国家はそのまま、前提にすると、EU のようなあるいは連邦制のようなあるいはグローバルな、一つの世界といったようなビジョンはないと。その要因は何なんだろうかと、その一つの大きな要因は、国際連盟のような機構やシステムを実際に機能させていく過程において、これまではイギリスがリーダーとして差配できたと。しかし第一次大戦後は、アメリカを無視することができないだろう。そうすると、ナショナルではなくグローバルねって一気に言った場合に、イギリスにとってはアメリカの経済や金融の力に対する不安というのはものすごくあった、あるいは嫌悪と言ってもいいようなものがあった。レナードのエッセイの政治家と外交官というのは、によれば、それまでの旧外交、古典外交ですね、非常にお坊ちゃまたちが、育ちの良くてお金持ちのお坊ちゃまたちが全て、みんな知っているというような形で紳士的な形でその、交渉していく平和的にではなく、ハリマン、J.P. モルガン、シフ、オットー・カーンのような実業家や銀行家が出てきて、シビアに数値的にエビデンスベースで、どういうふうに賠償するのか責任を取るのかといったようなことをやる新外交の時代になってきたと。そのレナード・ウルフのテクストには大英帝国から帝国新たな帝国としてのアメリカへの移行の問題、あるいは競合関係、矛盾、対立、といったもので、それを、朝廷協調しながら国際秩序をもう一度安定化させようということがなかなか難しくなっているということを、アピール出しているのではないかと。6番目、このような非常に不安定な不安に満ちた
英米関係に加えてさらに地政学的な規定決定要因というのがあるように思われます、これは第二次大戦後の冷戦、にも関わる問題です、普通冷戦というと、米ソを中心特にアメリカを中心にした冷戦というのが語られてきました、で実は、先ほど あのカレイジャンの研究にしましても基本はエスイコポリティカルジェノサイドをいかに良心を持って証言するか、直面するかということが問題ですけれどもジオポリティカル地政学の問題は出てきます。ただしこれはアメリカの対ソ連に対する地政学を考えている。トルコが多少ひどいことをしてもソ連に対する、干渉帯になるのであれば、まあ、認めておこうと。それから石油のような資源の利権も関わっているしと、いうところまでは書いてあります。しかし、最近ではですね、これも、日本のイギリス外交史研究者の人たちがやっていることですけども米ソ中心ではなく、ヨーロッパ冷戦あるいは、アジア冷戦日本冷戦といった米ソ中心ではない冷戦をグローバルに考え直そうという研究が近年、起こってきております。でその一つとして米ソ冷戦の前にヨーロッパ冷戦あるいは米ソ冷戦の現起源としての英ソの地政学的な対立というのに注目する必要があるのではないか。から、その英ソの地政学的対立とバルカン氷床、ここでは、ギリシャもトルコもアルバニアもアルメニアもバルカンというふうに、バルカンという地政学の空間ということで、捉えたいと思います。この6番に挙げた、ハンドアウトの引用はですね、必ずしもあの、地政学とか外交史の専門家ではなく、戦後英国演劇の研究所、ラティガンという劇作家を取り上げた、大谷智子の本からの引用、まあ、あとまた引きという形になります。そもそもあのバルカンの中で独特な、地位ですね、スターリンのソ連とは違う独特の社会主義国、連邦制なのかしらあるいは多民族国家なのかしらという形で独特にな形態である期間、存在したユーゴスラビアという国その勢力範囲、というのはどういうものだったのか、あるいはイギリスはこれにとこの、勢力範囲を決める協定によって、どのような、バルカンにおける勢力範囲を、確保できたのか保持できたのか、いうことが書いてあります。どうもチャーチルとスターリンの間でそれをまあ決めてどうもイギリス側にとってはほぼ満足のいく形で確保できた、まだ、アメリカが入ってくる前ですあるいはアメリカにとって代わられる前ですねイギリスの権威が でこのように米ソ冷戦の前にヨーロッパ冷戦というのがあり、この英ソの地政学的対立においてバルカンをどう誰が支配するのかということが大事だ、でそれは第二次大戦後以降の冷戦期を含む短い20世紀、第一次、大戦ぐらいから、1980年代サッチャリズムぐらいまでですかあるいは冷戦が終わるまでの短い政治的な、米ソの、いわゆる冷戦で支持する短い20世紀の英米関係は、英ソの地政学的対立によっても規定されているというふうに考えなくてはいけない。で4ページ続いてですけれども、バルカン地域というのはどういう場所だったかというと、ソ連が地中海に進出するときに必ず通る道であった。で、ユーゴスラビアを通ったとイタリア、ギリシャへの経路につながるということなので、そこへ至らせないために、地中海に出させないためには、
干渉国としてのユーゴスラビアというのはどうしても人工的に作る必要があった。作られた時の理屈はいろいろあります。しかし実際の機能としてはオーストリアとセルビア、つまりソ連が、あるいはドイツが地中海へ南下していく、でユーラシア大陸を支配するというのをなんとかコンテインするための重要なポイントとなる空間がバルカンに他ならなかったんだと。でいずれイギリスとフランスの資本によって作られ支えられたユーゴスラビアというのは、その後アメリカに、取って代わられ、冷戦が終わると同時にそのアメリカ資本、供給が止まりますので崩壊すると、いうのが、アメリカのシンクタンクの出した、バルカンのワークサイトではありませんでしたけども、その バルカン研究によるとそういうことが、書いてあります。この、大谷の孫引きのポイントは結局何かというと、つまり地政学とはどういうふうに考えるかというと、ハートランドとしてのユーラシアというものを、中国からトルコまで、つながる一つの大陸ランドですけれども、これをシーパワーとしてのイギリス、あるいはアメリカ、その他の国々が、いくつかの戦略的なロケーションをポイントにしていかにコンテンするのか、言うまでもなくアルメニアもアルバニアも、このバルカンという、ハートランド、ユーラシアをコンテンする重要なロケーションに位置していた国々だったということになります。そういう意味では、アルメニアの表彰が大事であり、これはアルメニアまさかをジェノサイドを表彰しているのだというこれまでの解釈とは違う可能性、アルメニア、アルバニア両方の可能性で、それはバルカンというの地政学という形で、考えることができる。でそれはイギリスの外交の本質、あるいはイギリス帝国の特質を考えるときにも重要なヒントになる表彰ではないだろうかと。最後7番目、これは倫理的対外政策というのはブレア首相が1997年に就いた時に言った言葉だそうです。あるいはコソボ紛争に、介入すべきだと、あれは国内の問題だから EU とかあるいはアメリカとかイギリスが介入しちゃいけないでしょう、という、いかに人道的な介入とはいえ、いや良いのだと、それは倫理的な戦争なんだろう、外交というのは国益追求、ナショナルインタレストというのは確かに重要だと。しかしそれだけではなく、イギリスの重要なポイントとして道徳的倫理的に必要であれば、国益と必ずしも一致しなくてもやるのだと、なんかオバマ大統領の外交政策をの方をむしろ、との何でしょうか、類似性を感じさせるでしょうか。それに比べるといろんな意味で問題になるアメリカファーストの大統領とはまた別のちょっと違う立場ということに、それをどう評価するか別として、言えるかと思います。そういう点でいうと、イギリスの外交の特質というのは秩序形成者、秩序維持者、自分のナショナルなインタレストだけではなく、いかにそのインタレストを安定した国際政治システム体制を維持することによって追求するかというところにイギリス外交の本質があると。それをイギリスの外交史を研究している日本の研究者は倫理的だというふうに解釈します。私たちはこれどういうふうに解釈したらいいでしょうか。一つは同じように倫理的な特質があるのだという解釈、もう一つはナショナルな
追求ではなく、たまたまイギリスにイギリスの方から来た多国籍企業やロンドンのシティ、マネーの利害、関心をある種の形で反映しているところに、イギリスという独特の国の特質があるというふうに考えることもできるかもしれない。でイギリスのモダニズム、特にブルームズベリーグループの人たち、ケンブリッジを中心にオックスフォードとも関係を結んだ知識人グループの特質というのは、イートンやハローといったパブリックスクール、ケンブリッジやオックスブリッジだけではなく、ロンドンのシティとの強力なパイプ、人間関係、ネットワーク、ソーシャルキャピタルといったものが、に注目するということで見えてくる部分がひょっとしたらないだろうかと、ということを踏まえた上で、また、アルメニアジェノサイドの問題、あるいはアルバニアの問題、ムストリーニの問題ということを、考えることが私たちにとってはひょっとしたら有益かもしれないのではないかというふうに、今日はここまでです。ちょっと中途半端になりました。横尾先生の発表とまた対照的